もうしまいにしようか。ここは王立競技場グランアリーナってとこで武術大会や各種イベントなんかが開かれる場所って聞いたけど、去年の武術大会ではジン殿やエステル君たちがこの場所で優勝したんだ。今年はいろいろあってまだ開催されていないがね。へいずれにせよ何かが潜んでいそうな気配です。中を調べるなら気をつけた方がいいかと。うん、そやな。何時揺るがざる巨漢の剣士我が元に引き連れよ。
アリーナに出たか。こういう時のお約束やと、対戦相手がババーンと出てきて。なっ、ケビン、偶然偶然、俺のせいやないってば。ったく、誰の仕業か知らんけど、あまりにお約束すぎるや。話は後だ。来るぞ。しようか。かなりの大物みたい。これは甲冑の陣馬兵。エステルちゃんたちが学園の地下で倒したとかいうからくりと同類みたいやな。まあいい、どうやらこいつでラストみたいや。ぶちのめして優勝したのは。
草葉をかける金色の翼。我が身我が あれは？ひょっとしてそれが優勝者？そうみたいやな。律儀っちゅうか様式美にこだわるっちゅうか。誰の仕掛けかは知らんが、さてと、これで5個目の封印石や。一旦拠点に戻って。ああ、そうし、you
取り込まれていたとは。真打ち登場といったところですね。やっぱり知り合い？その通りや。一言で言うと黒髪の王子様ってとこ。エッセル、一旦床に伏せて。ジョゼット、それにティータまで。夢、いや、構成現実の一種か。その可能性に思い至るのはさすがやね。残念やけど、これは夢でも幻でもないで。ケビンさん、ユリアさんにミュラー少佐も。一体これはどういう状況なんですか？さすがに今の説明だけでは納得できへんかな。いえ、その逆です。現実の可能性も考えましたが、それだとそちらの方の存在が説明できなくなりますから。私の？はい、失礼ですが騎士団の方とお見受けしますが。わかりますか？ええ、ケビンさんの連れで宝剣を下げているとなれば。ヨシュア、ヨシュア・ブライトと言います。聖杯の銃騎士リース・アルジェントです。どうやら我々の世界に馴染みのある方のようですね。ちょっとヨシュア、どうしてその女がいるのが幻じゃないって証明になるのさ。この僕を差し置いて。そういえばそのバイザーは初めて見るかな。
よく似合ってるけど、前に言っていた運送業の？おかげさまで結構繁盛させてもらって、じゃなくて僕が本物なんて見ればすぐにわかるだろ。現実の場合、登場するのは知り合いであることが多いんだ。対象者が持つ知識やイメージを誘導し操作する技術だからね。その点、そちらのリースさんは僕にとって完全に初対面。それでいて十分すぎるほど複雑性のある背景を持っている。そういう人がいる時点で現実にかかっている可能性は低いと判断できるんだ。そういう風にも言える。ならばよし。あの、ヨシワお兄ちゃん、うん、ティータこそ元気そうで何よりだよ。半年ぶりかな。少し背も伸びたみたいだね。でもまさか君まで巻き込まれているなんて。さすがにびっくりしただろ。あ、うん、まだちょっと夢を見てるような気分かも。あ、そうだ、そのエステルお姉ちゃんは、わからない。でも僕と一緒に白い光に巻き込まれたのは確かだと思う。この影の国という場所に取り込まれた可能性は高そうだ。そっか。そういえばお兄ちゃんたち、今はどこを旅し、最近までエレボニアにいたのは手紙で教えてもらったけど。うん、今はちょっと帝国と共和国の中間にある小さな自治州なんだけど。上空を飛んでいたんだけど。本当かい、うん、何か関係があるのかな。強いて言うならリベールからの距離だろう。自分たちも国境に一番近いパルム市に滞在していたからな。そうだったんですか、ケビン神父。仮にこの事態が何か強大な古代遺物によって引き起こされたと仮定して、これほど広範囲にまで影響が及ぶことがあるものだろうか。いや、さすがに無理やと思います。強いて言うなら輝く輪の動力停止現象くらいですか。あれは帝国南部まで影響を及ぼした。なるほどな。そうすると七四方に匹敵する力が必要になるというわけか。考えてみれば輝く輪はどこかに消えてしまったはず。ひょっとして。確かにその可能性はあるでしょう。ですがそれだけでは説明できへんことがあまりに多すぎるのも確かです。敵、そして異界化した王とか。加えて悪魔の実体化や属性の影響の変化などもあります。そのあたりが説明できるまで結論は急がない方がいいかと。確かに。しかしそうなるとまずは
異界化した王都の謎を解明するのが先決のようですね。ああ、その通りや。エステルちゃんのことが心配やとは思うけど、君も協力してもらえるかな。もとよりそのつもりです。みんなが巻き込まれている以上、人ごとではいられませんし、何よりエステルを探すにはケビンさんたちに協力するのが一番の近道のようですから。ヨシュアお兄ちゃん、ま、仕方ないか。よっしゃ、改めてよろしく頼むで。準備を整えたら再び王都に向かいましょう。ヨシュアさんが解放されたことで何か変化があったかもしれません。了解しました。
王宮の守り刀、皇室に辞する豪剣とともに。なんちゅうか。古いお城みたいだから雰囲気は十分、少し演出過剰な気もするけど。ケビン神父、このまま中に突入するか。いや、
できればユリアさんを連れてきた方がいいでしょう。城の人たちのことをえらい心配してましたし、城内のことも詳しそう。そうか、彼女を連れてくるのなら城に入る前にえらい心配してたし、城内のことも。やはり人の気配はなさそうだな。いや、そうでもなさそうや。気をつけて、集まってきています。早速のお出迎えか。女神よ、この迷える魂たちに安らぎを与えたまえ。もうしまいにしようか。無駄です。城にいた者たちは一体どこに行ったんだ。とりあえず城の中を調べてみ、何か手がかりが見つかるかもしれへんですし。ああ、越見の間、親衛隊詰所、地下区画、そして女王宮、一通り回る必要がありそうだ。
哀れなる魂よ、どうか安らく。もうしまいにしようか。うるせえや。哀れなる魂よ、どうか安らかに。もうしまいにしようか。砕けぬものなし。
しまいにしようか。しまいにしようか。しまいにしようか。
そら。行くぞ。無事やった者がおるんか。急ぎましょう。どうしてこんなことに。私も、でも巻き込まれていてもおかしくないぞ。そうやな。まあいい、聞きたいこともあるし、とりあえず助けたるか。そこまでや。未練があるなら私たちがお相手しましょう。当てや。まずはこいつらを追い払う。私たちの足だけは引っ張らないでください。もうしまいにしようか。これが真の実力や。助かった。ありがとう。君たちは命の恩人だ。さて、質問の時間です。ユリア大尉、聞きたいことがあればどうぞ。ああ、ギルバートと言ったか。どうして君がここにいる。王都の異変について何か知っていることはあるか。何かって、気がついたら
鳩場で目を覚ましてて、町に人はいないし、変な甲冑の化け物みたいなのが通りをうろついてるし、それで逃げ回ってたら、この城にたどり着いて。なるほど、俺らと違って拠点の方には飛ばされなかったわけやな。しかし目を覚ましたらすでに町がおかしくなってたか。せめてイカイカする現場でも目撃しててほしかったんやけど。勝手なことを。ケビン、彼をどうします？武装解除して拘束しますか？いや、それには及ばんやろ。何も知らへんみたいやし、足手まといになるだけや。了解。こちらの用は以上です。どこへなりと消えるといいでしょう。どこまで僕をバカに。あ、覚えてろよ。この異常な場所から抜け出す方法を見つけてもお前たちには教えてやるもんか。未来永劫さまようがいいさ。やれやれ。一人にして余計なことをしでかさなければいいが。ま、大丈夫ですやろ。あの兄さんにそこまで大それたことが起こせるとも思えへん。余計な手間を取られてしまいました。城の探索を続けましょう。あなた方にどうか私の今のは暴力。いや、あの雰囲気はどこかで。どうやらただの霊では。これはエレベーターですか？ああ、地下500アージュにある遺跡に降りるためのものだが、妙だな。ええ、確かに。何かおかしなところでも？俺、
初めてリベール来た時、ユリアさんにこの場所に案内してもらったんですけど、その時はこの部屋こんな風に散らかっていなかったはずなんです。ああ、私が知る限りここはきちんと整理されてから施錠されていたはずだ。というよりもまるでクーデター事件の時に時間が戻った。そう、いや、いくらなんでもそれはありえないだろう。ただの勘違いならいいんだが。いずれにせよ、あの亡霊の導きを信じるなら先に進むしかなさそうや。覚悟を決めて地下に降りるとしますか。ああ、これは。オリビエのやつから話だけは聞いていたが、ここを探索するとなるとそれなりの準備が必要になるかもしれない。ふん、このまま進んでいいものか。まずは遺跡の様子だけでも確かめといた方がいいでしょう。どんな魔物が徘徊しとるか知れたもんやないですし。確かに、もう少し先まで行ってみるとしようか。Thank you.